タロ散歩チャンネル。ということで今岩見沢に到着しました。で次はねこの13時40分の小樽行き、こちらに乗って行きますが、まあ、大体みんな手前の方に座りたがるんで、大体奥の方に行くと大体空いてるっていう、ね、法則があるんですけど、岩見沢駅の場合、まあ、小樽もそうか、小樽も端っこに駅舎があるっていう感じなんで、割と奥の方まで頑張っていけばまあまあ空いてたりするんですよね。といってもね、何人か座ってますけどね、いつも。ということで、これでおなじみ銭箱駅やってまいりました。ちょっとなんか天気がね曇ってきたかなという感じですね。あのなんかビバイにやってきた列車にちょうど雪初代さんがたまたま乗ってて、で岩見沢行って、岩見沢から彼女は高砂に行くんですけどね、で高砂に行ってそこで別れて、でもうその後なんかもうほとんど寝てたって感じです。もうすぐそこが海なんですよね。でちょっと右の方に曲がっていけば、まあ、海水浴場があるくらいで、まあ、割となんかリゾート気分でこの辺は歩くことができるという感じです。まあ、そのおかげもあってかね、結構食べるところはあるんですよね。ここもそうなんですけど、ここがラーメン屋さんで、そしてこれが何だったかな、これがねカレー屋さんで、でこちらが海鮮のお店で、まあ、という感じでね、まあ、結構食べるところはあるんですけれども、なんかちょっと決定打になるものがないなという感じです。あとただそう、今度1が出れば南小樽で、2以上が出ればもう小樽駅なんで、ここでまあ別に無理してちょっとお金使うようなことしなくてもいいかなって気はするんですよね。ちょっとさっきにお金計算したんですけれども、1790円あるんです。だからここでちょっと使って残り多分千何百円かなるんで、まあ小樽でなんかうまく料金、あの金額調整するような何か食べるとか、そういうふうにすればいいかなっていう気もしてきました。あとそう、ここがデリバゴコーヒーっていうあの喫茶店なんですけれども、これは実はそう、私いつだったかな、2018年の11月だか12月ぐらいにここ来てね、ちょっと仕事の前にここでね食事したってことがあるんですよ。あ、食事っていうかコーヒーいただいたのかな、コーヒーだけいただいたっていうことがありますよね。あ、これも美味しそうですよね。オリジナルカレー、牛肉と玉ねぎのハヤシライス、ただ単品で1300円。今がだいたい3時ぐらいですね。今がだいたい3時ぐらいで、まあ、2時間ぐらい前にそうドリア食べてるんで、なんか
そこまでお腹があんまりバカみたいに空いてないっていうのもあるんですよね。ちょっと海の方に歩いていってみましょうか。ちょっと向こうに歩くとね、海水浴場があるんですよ。まあコンビニエンスストアもあります、セブンイレブンですけれども、今回そうコンビニは使わないことっていうふうに今回決めてるのでね、どうしようかな。ここにはソフトクリームのお店もありますね。400円ぐらいで食べれるみたい。意外と距離がある。あ、またここにもソフトクリーム屋さんがあるじゃん。特製氷、まあここにもテラス式の氷屋さんがあります。ちょっと涼しいのでソフトクリームとかかき氷関係はなんか若干苦戦してるような、そんな感じはします。ああ、ここにもカフェがありますね。ここにもちっちゃい可愛い銭箱があります。ここで居酒屋さんなんですけどね、居酒屋さんなんですけど、まあ、ここにも書いてあるんですけども、なんか8月末まで休みの店っていうのが何軒かあって、まあ、簡単に言うとまん延防止法、まん防の関係で当面内で休ませてくださいみたいな、そういった、ね、お店がポツラポツラあります。まあ、全部じゃないんですけどね、空いてる店も見ての通りあるので。ここに中央バスのバス停がある。銭箱に上ね、バスも走ってるんですね。銭箱浄水場行きで1日に 1,2,3、 あ、でも1日に3本しかないや。土日は2本、一番遅くても3時24分なんで、これ平日の3時24分にここが出るっていうのようなしかないんで、かなり本数は少ないけれども、まあバスが出てるっちゃ出てるんですね。ここにもなんかオープンテラス式のお店がなんかありますよ。ソフトクリームの、ここにこれソフトクリームのあれが立ってますけどね。まあこういうところが、まあ逆に銭箱らしいのかもわからないですね。見てくださいよ、我らが北海道民の心の灯火、セイコーマートがあるじゃないですか。ホットシェフもあります。まあ、ちょっと歩くとセイコーマートもちゃんとありますね。で、このセイコーマートの裏にはこんな会社があります。モタルシーフーズ海商っていうのが、海商っていう会社がありますけども、ただここは食べるところというよりもなんか海産物を取り扱っている会社だったんだなって感じですね。売り物件になっちゃってるや。海水浴場も近づいてきたんで、だんだんとちょっとね、なんかにぎわいがなんかにぎやかになってきたという感じですけれども、まあ、こういうところだったらなんやかんや食べるところあるんじゃないかなと思うんですよ。ゼリー箱っぽいようなところとはこういうところかなっていうところでしょうかね。こんなね、海の家とかなんだろうなみたいな、そういうところもあるので、ちょっとその辺を狙ってなんか食事をしてみましょうかね。なんか軽く食べれればいいなって感じだから、今はここの海の家割とお手軽なメニューが多かったんで、今回はねこれを買いました。400円でたこ焼き8個入っていただきたいと思いますが、多分ね海の家で一番場違いな格好してるのこの私じゃないかなと思うんですよ。みんな海水浴来てますからね普通ね。本当に海の家のこうソースたっぷりマヨネーズたっぷりたこ焼きでいいですね。この普通がいいんですよね。そこら辺にどこにでもありそうなたこ焼きって感じがすごく良かったです。まあね、せっかく銭箱来て海水浴場のところまで来たんで、やっぱり海水浴場を見てみたいじゃないですか、海をね。だから海だけ見て、それで銭箱駅に戻って、そして次の行き先決めましょうね。あ、ちなみにそう、次はね1が出たら南小樽、2以上が出たらゴール小樽駅ということで、で今のところね、何だ、1390円ぐらい残ってるんで、実は万一南小樽でに行くことになればそこでちょっと使って、でその次はもう確定ですから小樽が、でそこでうまく分散していこうかな、この1390円だから700円700円ぐらいで今残してるという感じです。
ウミネコの皆さんがおたわむれになっておりますけれども、だいたいこういうところのウミネコの皆さんは人間が残した食べ物とかを狙ってたりすることもあるんですよね。まあこのウミネコなんかあれじゃないですかね、また例によって私がやってきたことを警戒してるんじゃないかなって気がしますけれども、またタロ散歩の野郎がやってきたよって感じでこっちを見ております。あとでちょっと雨が降ってきちゃった、なんでちょっと雨っぽい天気なんで、割と今日は浜辺もおとなしめだなっていう感じです。向こうの方には風力発電があります。石狩のあたりかな、石狩市にあるんですね、風力発電がこんな感じで。銭箱から見ると結構近いですね。あと向こうにも何か大きいタンクのようなものがありますけども、あれは何だったかな、まあ、ここに出てる字幕の通りだそうです。あ、そしてね、水上バイクっていうかですね、マリンレジャーを楽しんでる方もいらっしゃいますよね。まあさすがウェイゲー系がたまるこう夏のビーチという感じがします。雨がめちゃくちゃ降ってきました。こっちの方にカメラを向ければもう小太郎かと思いきや、ここにね大きい橋があるんですけども、これが道央自動車道のハリウスのところにかかってる大きい橋なんですよ。こっちが ね国道5号線の大ハリウス橋、違う、国道5号線のハリウス橋だ。国道だとこのハリウスのこの橋のあたりって一回ぐるっと迂回するんですけれども、と高速道路はねこれまっすぐ突っ切る形で走ってるんですよ。まあその辺もね、あの辺バス乗ってみると結構ね面白かったりしますよ。さて雨が降ってきたんで、こんな感じで結構いい感じの雨が降ってきたんで、もう銭箱の駅に戻りましょうか。いや傘持ってきて正解だった。ここの海の家の方、たこ焼き食べたところの海の家の方がすごくね、とってもね笑顔が素敵でした。ニコニコしてね応対してくださって、なんかそうなるとなんかこっちも気分がいいですよね。なんか本当ありがとうございます。もしかしたらこの動画見てるかもわかんないんで、まあ、ここでお礼をね一言述べさせていただきたいと思います。だからこの海水浴場のあたりはなんか海の家っぽいものが何軒かあるんですけれども、こういうところの海の家をやってる方ってやっぱりこの一夏のこれで全部1年分の収入とかを稼ぐんでしょうかね。それともなんか夏は海の家で他のシーズンは別なことをやったりとか、どうなんでしょうね。割となんかたこ焼きとか、あとねホットドッグとかアイスクリームとかかき氷とか、そんなに単価が高いもの置いてないんで、なんかそういうので商売してもなんか1年分の稼ぎを得られるのかなっていうのはとっても疑問なんですよ。まあ、あとなんだっけ、浮き輪とかシャワーとか水着とかなんか、まあ、いろいろありますけれどね、まあ、そういうサービスを入れてもどうなんでしょうね。あ、そしてねここはねあれで北海道道なんだ、北海道道225号線、海抜は3メートル。銭箱駅の中でやるわけもいかないし、そう外は雨なんですけれども、まあ、でも迷惑にならないといえばこの道沿いでしかサイコロ振れないなと思いますんで、ちょっと雨に濡れるのは覚悟というかもう濡れてますけども諦めて次の、ね、行き先を決めたいと思います。といっても1が出れば南小樽に寄って、それで小樽で2以上が出ればもう小樽にゴールしちゃいます。さあどうなることやら、1かそれ以外か、えい、あ、4ですね。4なので、もう単純に小樽に行きます。で、余った金額を少しなんか、そう、小樽についても少しで金額調整で何かしら食べていいよというふうにはお伝えしているので、ゆきしょだいさんにも。私もそれに乗っ取って、小樽駅で何か食べましょうかね。まあ、ということで、銭箱駅に戻ってまいりました。これで今度来た列車に乗って、もう小樽まで行ってしまいます。6時までに小樽に着けばいいというふうにお伝えしてるんですけども、まだね4時10分ぐらいでまだ2時間弱あるんですよね実は。
ただ小樽についてももう少し時間の余裕があるので、割とね今日はね時間にスケジュールに余裕を持ってね今回の勝負をすることができました。あ、ちょうど列車来る感じです。あと2、3分。小樽駅です。なんかだいたい快速エアポートでここに来ることがあるので、一番ホームになんか列車が止まるというのはとっても新鮮な感じがしますけれども、この天井にやたらこの黄色いねリボン状のものがいっぱいぶら下がってるんですよ。これなんだろうと思って見てたんですけども、ここにねさらばカラスさんというふうに書いてあって、カラス行けなんだなと思って今見てました。本当にこれでカラス避けられるんでしょうかね。まあでも現に確かにこれカラスがいないんで、まあそこそこ効き目はあるんでしょうね。今がだいたいですね4時35分ぐらいで、そう制限時間の6時までは1時間30分弱ぐらいあるっちゃあるんですよ。でまあ私もあとそう1000円ちょっとぐらいはねまだ予算に残りがあるんで、最後にこの小樽で何か食べて、それでまあその残った金額でまあフィニッシュという形にしようかなと思います。まあせっかく小樽に来たしグルメ対決やってるんで、まあ海鮮丼でも食べようかなと思います。確かねこの通り沿いに海鮮丼食べれるお店があるはずなんですよ。でただですねあれなんです、あのドリア食べて、それからたこ焼きさっき食べて、まあまあお腹いっぱいになってきたんで、そう、そんなにたくさんお腹に入んないなっていうそれがあるんです。だからそれも入れて、なんだろう、少なめのサイズを注文したとしても、まあ、相当お金が余るんじゃないかなという気がします。もうそれ以上ちょっとお金費やせないので、ちょっと何とも申し上げられないところでもありますけどね。だから今回はもしかしたら私も負けるかもしれないですね。ここのウオマンさんというところでサーモンイクラ丼いただきました。税込みで856円でした、まあ、ということで、まあ、あと1時間ぐらいあるんですけどね、今5時ぐらいで制限時間まであと1時間ってところなんですけれども、ちょっとね今日あまり天気良くないんで、まあ、小樽運河行ってもいいんですけれども、どうしようかな、運河ぐらい行きますか。あとにそう小樽といえばねこのパンジューとか、それからベビーカステラとかこういうのも有名なんですけれども、ごめんなさいちょっともうあいにくお腹の中がいっぱいで、さっきのねそうサーモンイクラ丼もあれなんですよ、ご飯少なめにしてくださいって言って少なめにさせていただいたんですよね。それでも食べ応えがありました。もう食べられない。ちなみに現在の北陸銀行のところの温度計が22度。まあということで雨の小樽運河です。こっから見る限り観光客の方が 1,2,3、まあ、10人15人ぐらいはいるかなという感じですね。ちなみにそうこれね橋の下は船でしかくぐれないんですよね。こういう風に船はあるんですけれども歩きではいけないんですよね。まあ泳いだら怒られますね。でもなんか割と小樽というのは仕事ついでとかお風呂ついでとかで割と最近ちまちま寄ってるような気もするんで、まあそんなしょっちゅうじゃないですけどね。
1、2ヶ月に1回ぐらい寄ってるという感じなんで、だいぶ慣れた景色にはなってしまいましたけれども、お、見てくださいよ、ウミネコのようなものがぷかぷかと浮かんでおります。雨降ってきたよ、どっか雨宿りするところはないかなみたいな感じで、あたりをキョロキョロ見回しておりますけれども、ついでに観光客も今日はちょっといるし、餌とかちょっと分けてもらえたら嬉しいな。あ、でもタロサンパは絶対分けてくんねえんだよなみたいな、そんな顔で見ております。まあ、あとついでなんで、ちょっとそこの運河プラザなんですけど、ちょっと運河プラザ寄り道しましょうか。まあ、一休みしたいってただそれだけなんですけど、運河プラザ寄ってちょっと一休みしようかな。まあ、これも小樽が商業の都として栄えていた頃の名残の、ね、倉庫なんですけれども、こう屋根の上の縁起物がね、毎度毎度言ってるような気がしますけれども、あれ鮭ほこじゃなくて、ね、鮭ほこなんですよね、鮭なんですよね、まさかの鮭なんですよ、サーモンがあそこにいるんですよね。まあ、10分15分ぐらいちょっとゆっくりさせていただきました。運河プラザで休める場所があるんで、なんかボケーっとしてました。ということで、じゃあそろそろなんか雪初代さんも到着されるということなので、小樽駅の方に戻りたいと思います。まあ、ということで小樽駅戻ってきました。時間もあと15分ぐらいで6時になってしまうので、だいたいこのぐらいの時間で雪初代さんも小樽に到着するというふうにおっしゃってたので、まだちょっと駅の中で待ってようかなと思います。まあ、ということで今雪初代さんと合流しまして、まあ実際お互いどれだけかかったかなっていうところをちょっと見させていただきました。じゃあ結果発表なんですけれども、まず私なんですけれども、私の方は最初に砂川に行って、まあ、スイートロードの伊予田菓子店に行って、まあ、お菓子3点買いました。これが360円、まあ、そして次が大丈夫、ビバイ、ビバイにてあれだけ美味しいとね絶賛したくせに、ビバイ焼き鳥の入ったねドリア、焼きドリアをいただきまして、これが850円で、そして一気に毒の目を出して岩見沢と江別と札幌通り越していきなり小樽 の銭箱まで行くんですけれども、銭箱のそう海の家のたこ焼き400円、あれが本当にもうそこら辺にある普通のたこ焼きの味がすごく美味しかったです。で400円で、ここ最後小樽について、まああそこのウオマンさんでサーモンイクラ丼856円でいただきました。まあ、ということになります。で、トータルがこちらで、3000円に対するお釣りがこちらということになります。じゃあ続けて、雪初代さんですなんですけれども、雪初代さんはまず内江町の釜飯屋さんに行ってとんかつ定食をいただきました。750円で、その後江別市の高砂というところに行きまして、そこにあったカフェで卵サンドをいただいて770円、そしてその後私と同じ銭箱に行って、彼女はですねパン屋さんに寄ったみたい。でパン屋さんにあるあんパンとクリームパンとチーズパンと、それをいただいて713円、まあ、使ったということです。で合計がこう、そしてお釣りがこうということで見てわかると思うんですけれども、私の方がまあちょっと100円200円ぐらい3000円に近くて、今回は私の勝ちということにさせていただきました。ありがとうございます。でもまあお疲れ様でした。まあでもね、今回ちょっとこの企画やってみて、まあ、3000円で持つかなと思って、まあ前日に、まあ、4000円で予算なんとかなりませんかっていうふうに聞いたんですけど、いやでも3000円でいきましょうということになって3000円でやったんですけれども、まあ、ちゃんと余りましたね。だからお互い2000何百円とかで済んだんで、なんか3000円ってちょうどいい設定だったなというような、そういう感想はあります今回。だからまた今回、まあ、2人でやったんですけれども、まあ、もう1人くらい誰か追加してまたちょっと違うルートでなんかグルメスゴロクの旅をやっても面白いかもしれないですね。ということで、じゃあ、
今後似たような企画をやるかもしれませんが、まあ、続編をお楽しみということでよろしくお願いいたします。まあ、ということで今回の函館本線グルメスゴロック対決、まあ、いかがだったでしょうか。結構沿線にいろんなお店があって、そちらの方でねいろんな店があっていろんな食べ物があって、なんかそういうのを楽しむことができてよかったなという感じでした。まあ、私もねなんかね、うん、知らないメニューが結構あったんで、でやっぱりなんだろう砂川の老舗のお店とかも初めて知りまして、なんかスイートロードあるのは知ってたんですけどね、スイートロードがあるとかリバイ焼き鳥があるっていうのは分かったんですけども、今回の形であこんな風にいけるんだっていう風な、こんなものがあるんだということに気づいたのがすごく発見でしたね。またちょっとこういうのやってみたいと思います。では今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。